ギリースーツを着用しているアメリカ陸軍の狙撃手と観測手ギリースーツは主に狙撃手、ハンターが使用する迷彩服の一種である。ギリースーツは主に食用柄、身を隠す必要がある場合が多い狙撃手やハンターが山間部や草原においてカモフラージュのために着用するもので短冊状の布や糸を多数縫い付けて垂らしたジャケットやベッド、 ギリースーツの名称は18世紀頃からスコットランドに伝わる妖精であるギリーズから来ており伝承の中で白樺の林や茂みに住み暗くするように木の葉や苔でできた服を着用していたという言い伝えから付けられた名称であるとされている。ギリースーツを着用したスリランカ軍の兵士主に武術や飛行服またはつなぎの服を用いて作る例が多い。 ハンター向けに市販されているものもあるが、軍隊では自作する場合が多い。全身を覆うものから、帽子や迷彩服に草をつけて顔や手にペイントをするだけの簡易的なものなど、用途により種類は様々である。張って移動する状況に備える場合には、地面とすれる体の前面や肘、膝に当て布を取り付けたり、ポケットや前合わせのボタンを面ファスナーに置き換えるといった対策も、 必要となる。さらに現地で早小枝、苔を貼り付けて、匂いをつけるなどの工作を施す。欠点として、熱がこもりやすいことやクリーニングが困難である点が存在する。加えて、耐火性の問題も指摘されていたが、近年になって、アメリカ陸軍のソルジャーシステムセンターが、何年、耐火性の繊維を用いた、ギリーズーツを開発している。 当然ながら、草木の多い環境以外では偽装としての意味をなさない。上、行動する環境の植生を十分に把握し、それに合わせた衣装を準備しなければ逆効果にもなりかねない。ため、着用する環境に適合したカモフラージュ効果が発揮されていることを十分に確認してから用いねばならない。例えば、ギリーズーツを着用したまま砂漠地帯や市街地で行動しても帰って目立つだけとなる。 また、各種の偽装品は、俊敏な動きを妨げるため、能動的に活動することには不適である。米軍のマニュアルにギリースーツとして記載された身の、ギリースーツに潜伏する場所の植物を被せる陸上自衛官。より、周囲に溶け込みやすいように、現地の植物を利用している。ギリースーツは、スコットランドの両場管理人が開発したものとされており、 その後の第二次防和戦争でイギリス陸軍のロバットスカウト率いるハイランド連隊の狙撃兵部隊で使用されたのが実戦での最初の例であるとされている。太平洋戦争の際、アメリカ軍は日本兵が着用していたミノを狙撃兵用偽装服としてマニュアルに記載していた。これは雨具であるミノが稲わらを用いて作られたその外観から ギリースーツの一種と誤解されたことによるものである。陸上自衛隊においても、対人狙撃基準の採用と、同時期に隠密行動用戦闘装着セットとして、ギリースーツを採用している。近年では、軍隊やハンターによる実用だけではなく、ミリタリーマニアによって、サバイバルゲームでも用いられるケースが増えている。ありがとうございます。